こんにちは、ナッキーです。今日も早速参りましょう。エクストリーこんにちは、ナッキーです。今日はですね、珍しく室内での撮影になってるんですけども、ナッキーのクラブにいる馬たちの相関図、関係性をね、ちょっとこのホワイトボードを使ってご説明したいと思います。まずね、ざっと馬たちの紹介ですね。ちょっと分かりづらいんですけども、ローデス、コロン、マイヤ、ウィル、ジャック、アリエ、ケセラ、アレク、クッキー、アン、カリ。私ナッキーのクラブの所有馬は合計11頭ですね。これがナッキーファミリーです。でまずなぜこのような並べ方をしているかというと、これグループごとに分かれています。まず上が牝馬チーム、まあ、通称女帝チームと呼んでいます。で次が若馬チーム、通称やんちゃチームですね。でこっちがサラブレッドとポニーのペアです。デコボココンビと呼んでいます。でここがメスのポニーちゃんチームですね。特にありません、ポニーちゃんチームです。でこのグループ、まあ、女帝チーム、メスチーム、若馬チーム、サラブレッドポニー、ポニーメスチームいるんですけども、このグループで放牧を行っています。これなぜね分けているのかというと、まあ、理由はね、まず相性です。馬同士の相性というのがあります。あとはですね、もちろんケセラ君はオーナー様がいらっしゃる馬なので、あまりねこうたくさんのところ話して喧嘩とかして怪我してはね大変なので、まあ一番害のない小さいポニーと一緒に話したんですけども、これがすこぶる仲が良くてですね、そのままねこのペアで組んでいます。でこの上から順番に並べてる理由なんですけども、これは強い順です。このメス3頭がうちでは一番強いチームですね、はい、で続いてこのやんちゃ若馬チームが、まあ、強いです。で一番大きなケセラ君なんですけども、こちらよりは強くはありません。このアレク君、ポニーちゃんと仲良しです。で一番小さいポニーたちはね、言い方悪いんですけども一番弱いんですね、はい。まあ、この並びからいくとですね、このローデス、ローデスがうちの馬の中では一番強いんですね、はい、女王です。まあ、その強さをどうやって見るかというとですね、まあ、一度ねいろんな組み合わせで放牧したことがあります。まあ、ケセラ君以外はですね。でやっぱりね、強い馬はこう喧嘩すると、まあ、喧嘩といってもそんな本気の喧嘩はあんましないんですけど、まあ、例えば餌があるときにこう取り合いをしたりとかですね、あとは最初のファーストコンタクトで出会ったときに、まあ、軽い噛み合いをしたりですね、こう蹴り合いをするんですけども、そのときに一発で決着がつきます。もう逃げた人がもう負けです。で一度ついた順位はですね、馬の中では絶対変わりません。よほどのことがない限りですね、下克上は起きません。なのでうちではナンバーワンはローです。ですね。ナンバーツーがコロン、ナンバースリーがマイヤということになります。ちょっとこの辺はちょっとカオスなので、まあ、ただこの3とか抜けているということだけは間違いないです。だから女帝チームと呼んでいます。じゃあどこでね順位が決まるかっていうと、まあ、先ほど言った一緒に話してみたっていうのもあるんですけども、一つは性格ですね。やっぱ気の強い子は強いですし、気の弱い子はどうしても下の方になってしまいます。であとは、まあ、大きさも多少影響します。まあ、一番大きいのはケセラ君なんですけども、まあ、ローレスも割とうちの中で大きい方なので、まあ、多少で大きさっていうのも関係してきます。まあ、あとは年齢ですね。まあ、年齢いってる子の方が割と上位に行きやすい傾向にあります。まあ、絶対ではないんですけど。で結構大きな要素はですね、先住者ですね。
まあこのナッキーが飼ってる中で一番長いのはローデスです。20年近くですねの付き合いになります。で次はやっぱコロン、この辺はね割とマイヤちゃん、ウィル、ジャック、アリエルは同じような感じなんですけども、マイヤが若干先ですかね。まあ、こう見るとやっぱり年功序列というか年齢じゃなくて、先にそこにいる馬っていうのがやっぱ強くなる傾向にあります。しっかりした縦社会、縦だけの関係かというと一概にそうも言えません、まあ、ちゃんと仲良しっていうのもいます。まずですねローデスさんはですね意外とマイヤさんと仲良しです。コロンとマイヤさんも割と仲良しです。でもローデスとマイヤの方が仲良しです。これ不思議ですよね。ローデスとコロンはですねあんまり関わらない感じですね。そこは何でか分かんないですけどね、まあ、コロンが割とそんなに友達を作るタイプではない。ローデスも友達はあんま作るタイプじゃないんですけどね、まあ、マイヤとローデスは割と仲良しです。マイヤとコロンも少しだけ仲良しですね。で意外とこのマイヤと仲がいいのがこの一番下のグループにいるカリンちゃんです。カリンちゃんとマイヤちゃんね、この二人で話せることはできるんですよ。ただこのグループにカリンちゃん入れちゃうとこの、相性が良くないので、マイヤちゃんとカリンちゃんだけだったらものすごく仲良しです。ただカリンちゃんとコロンちゃんのルスはそこまで仲良くあります。でこの若馬グループの中ではこのウィルとアリエルが仲良しです。もう兄弟みたいな感じです。アリエルがウィルのこと大好きなんですね。小さい頃から一緒にいるんで。でもウィルとジャックは兄弟なんです。でもあんまり仲良くはありません。まあ、喧嘩ばっかしてます。まあじゃれ合いなんですけどね。どっちかというとウィルとアリエルのが本当の兄弟みたいに仲良しです。本人たち自分が兄弟だとか思ってないんでね、過ごしてる時間とか相性で親密度は決まってくるんで、血統的背景っていうのはね全く馬は関係ありません。でこのアレクとウィル・ジャックは仲良しです。3頭で話すとごちゃごちゃしちゃうんですけど、1頭ずつは仲良しです。ウィルとアレク、ジャックとアレクはですね、ジャック・ウィルは仲はそんなによくありません。で3頭で話すとなぜかわちゃわちゃします。これよくわかんないんですけどね、まあ、ジャック1頭同士は仲良しなんですね。で、まあ、先ほど言いましたけどケセラとアレク、ケセラとアレクは仲良しです。はい、いつも2人で一緒にいます。でこのポニーさんチームの中ではこのクッキーとアンが大の仲良しです。カリンちゃんはねちょっと外れてる感じです。2頭ともそこそこ仲がいいぐらいですね。ただクッキーたんはもう大の仲良しです。でここのアレクとカリンちゃんの間にですね今赤ちゃんがいます。5月に出産予定です。まあ、ただ人間のようにですね一生ペア、まあ一生ペアではない方もいらっしゃるとは思うんですけども、動物馬の場合はもう基本オス1頭に対して色メスがいっぱいいる、まあ、一夫多妻制のような制度をとっているので、まあ、ただここはねたまたま今回種付けをしました。5月に生まれます。まあ、おさらいするとですね強い順位はですねここから1番2番3番4番グループ別ではこのグループの順番になります。女帝チーム、若馬チーム、サラブレッドポニーペア、ポニーメスチームですね。で1位の中の1位はローです。つまり私のクラブで最強はローです、ボスですね。ただこの縦社会の中にもこのように複雑な関係があるんですね。ローレス、マイヤが仲良くて、マイヤコロはちょっと仲良くて、でウィルとアリエルは
兄弟みたいなんですけど、実は兄弟はウィルとジャックで、ここはあんま仲良くない。でケセラとアレク、一番大きい子と一番小さい子がなぜか一番仲良しで、アレクはジャック・ウィルとも仲良し、男の子同士仲良しですね。でポニーさんチームではクッキー・アンが大の仲良しで、カリンちゃんちょっとかわいそうですけど外れてます。ただカリンちゃんはこの一番上のグループのマイヤちゃんとは仲良しなんです。面白いですよね。人間でも同じような関係性が職場とかね、学校とかであるんじゃないですかね。まあ、人間はもっとドロドロしてるかもしれませんけども。でこのような、順位とか相性をですね考慮して、乗馬のレッスンの時には、馬配といってですね、馬の順番を決めたりとか、あとは1頭で乗った方がいい馬は1頭で乗ったりとかですね、この馬とこの馬相性いいから2頭でもいいか、ちょっと距離近くてもいいかと、レッスンの内容やその乗る、うちは子供たちを乗せているので子供たちのレベル、そういうのを配慮して馬配、馬の組み合わせやレッスンの内容を決めています。だから放牧からねこうやってグループができるので、すごくね放牧っていうのは、馬が自由に作る社会なのでとても参考になります。これが分かんないとね、やっぱ馬同士でレッスンしてるのはとっても個人的には怖いですね。ちゃんと社会仕組みを作ってから僕は、組み合わせを考えるようにしています。こうやってね馬の関係性を分かった上でこれからの動画を楽しんでもらうと、また違ったね見方ができると思います。面白いですよね。本当人間とよく似ています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。どうですか、たまには室内も良かったかな。